にちは、カドーカの宮本リジョです。今日はもう行き終わっているんですけど、この、送られるか葉っぱですね、ルピナス、そしてこれはちょっとわかりますかね、ピンクのカンガルーポーという、花材を使って Ikebana、2つで1つみたいな Ikebana ですね、を生けさせていただきました。これが送られるかですね、綺麗な葉っぱで、いいですか。これがルピナス。これね、ちょっと小さくて、小さいまま終わるというか、この小さくて可愛いルピナスですね。これはカンガルーポーっていう、普通ね、ちょっと黄色とかオレンジが多いんですけど、ピンクのは僕も初めて見ました。ちょっと可愛いんで買ってみました。合うかなと思って、この3種類で今日はやっていきたいと思います。それでは生けてる様子をご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございました。今日は、送られるか、ルピナス、カンガルーポーですね。ポイントは、こう、葉っぱの溜め方ですかね。葉っぱのカーブをかっこよくつけるというところが、大事というか、すごい意識してやったところです。ちょっと、これも今そうですけど、ちょっとねじれちゃったりするところをちょっと考慮しながら、するし、ねじれすぎてるのは使わない、一回こう溜めてみて綺麗にいくかどうか、ちょっとそれでちょっとすごいねじれちゃったりうまくたまらないのは不採用、使わないみたいなこともありますね。あと曲線、綺麗な曲線も出すんですけど、間に直線的な葉っぱも入れると、こっちの、これ神経っていう形ですけど、神経の場合はこの真ん中のですね、これはちょっとツンってなってますよね。直線的に入れる、ここの形だとこの葉っぱですね、これもカーブつけてないですよね、まっすぐ。そうすると曲線がさらに引き立つというかね、直線と曲線を混ぜてあげるといいかと思います。実はこの後ろの方もそうなんですけどね。そんなのを今日は意識して、こう上に伸びていく形と、横に斜めに流れていく形を合わせた形になっています。で、お花は、今日すごい可愛くて綺麗なお花2種類、これを合わせて、いけたんじゃないかなと思います。葉っぱのこの細さですね、これもいいですね。葉っぱの細さなんかもすごいいけばなに適してる花材だと思います。そんなのをこう合わせてあげて、あとこういう前に来る葉っぱ、間に来る葉っぱですね、ここで空間を、特にこの下の方の 口元、足元ってやってるんですね、空間を埋めてあげると。そうしてあげると、引き締まった感じにできるかなと思います。あとは奥行き、いつも言ってるやつですけどね、前後、前後をつけてあげると、そうすると立体的にかっこいいお花ができるんじゃないかなって思います。はい、花器はこういう焼き物と籠を今日使いましたけど、ちょっと和風っぽい感じになりましたかね。ちょっと落ち着いた感じでやらせていただきました。こういういつも枝ばっかりいけてますけど、葉っぱをラインにする、それもすごい涼しげで綺麗ないけばなができたんじゃないかなって思いますので、こんな感じで今日はやらせていただきました。お楽しみいただけたら幸いです。ありがとうございます。